インフィニティ L 少女漫画の主人公のようなルックスに胸キュン、写真イコールザスタ。R 俳優キムミョンスとして活動しているインフィニティの L の表紙グラビアが公開された。ザスター10月号を通じて公開された今回のグラビアで、 L は L ロマン CE をテーマに、少女漫画の主人公のように完璧なルックスを余すことなくアピールした。公開されたグラビアで L はチェック柄のスーツとニットを身にまとい、繊細な眼差し演技を見せて完璧な秋の男に変身した。グラビア撮影後に続いたインタビューで、L はドラマ、ミス・ハンムラビを撮影しながら、監督、脚本家さんとたくさん話したら、自分が持っていたものが台本にたくさん反映された。特に、俳優同士の呼吸も良かったけど、先輩たちの自然なアドリブ演技を学び、ながら自分のスタイルで演技したとし、ドラマに対する感想を明かした。グループインフィニットと俳優活動を並行している L、 アイドル俳優という偏見に対して、僕はアイドル出身でありずっとアイドル歌手でいる、切っても切れない事実だ。もちろん演技ができなければ当然非難を受けなければならないし、アイドル俳優が増えているだけに大衆の先入観もあると思うけど、自分がちゃんとやれば大衆にもきっと認めてもらえると思う、とし、自身の考えを打ち明けた。また、SNS にキムミョンスと L を分けて書き込みをしていることに対して、歌手インフィニティ、L を好きになってくださる方々もいるし、俳優キムミョンスを好きになってくださる方々もいる。だからファンたちにより一層多彩な姿で近づきたい。たまにファンの方々が、L が大変なようだ、と誤解されるが、決してそんなことはない。本当にファンたちと楽しく交流したくて、自分で楽しくてやっているのだ、と笑顔で答えた。また、L が考える L はどんな人かという質問に対して、考え事をすることが多くて、休む時も次の計画を考える。一言で言って、僕は激しく生きる人だ。休む方法がわからない残念な人のようにも思えるけど、今は走らなければならない時だと思う、と話した。最後に今後の活動に対して、ファンたちが気にしている僕のソロアルバムは準備中だ。おそらくアルバムよりはドラマを先に披露すると思う、どんな活動になっても楽しみに待っていただきたい、と伝えた。